秋田県立小泉方公園とは、秋田県秋田市にある県立公園である。秋田県秋田市金足に尾崎地区に作られている公園である。南北に広がる故障の男方と女方を中心に整備されていて、散策やリクレーションの場として、たくさんの人が訪れている。男方と女方は、その出現植物群落が、1987年3月に、 秋田県指定の天然記念物に指定されている。また、完成六軍記には次のように記されている。秋田郡小泉村に男方女方という沼があって、田畑の用水に使われている。男方と女方の間に、お高の橋がある。佐竹義所ところが休憩した場所が、村から北の少し高い場所にある。また、 魚州のうち一艘は朽ちて、一艘は沼に沈んだ。里の人はこの船は沈んで竜になったと噂した。その後、この沼で船に乗ることはできず、乗れば必ず害があった。それため、家びつ型の桶を作って運用した。これは害がないということであった。しかし石井忠幸は、この木は五ウが多いと記している。園内には秋田県立博物館。 日本庭園の水心園、勝負園がある。また、多目的広場や、グリーンスロープ、大型遊具、噴水広場、野外ステージ、テニスコート、サイクリングロード、フィールドアスレチックも整備されている。水心園下の池1979年4月に開園した水心園は、東高園の中にある本格的日本庭園である。 石川力之助の足引きの山田に落ちて、行水の心安くも身はなりに蹴りという一種から名付けられた。石川力之助は、豪農奈らけの分家出身で、成果も、この小泉方の近くにあった。水心園は、田屋六郎の設計による、秋田県最初の海遊式日本庭園である。障害者にも楽に見学できるように設計されていて、3年の、 歳月と10億円の公費で完成した。この前年の1978年10月には第2回全国育児祭に出席のために来県していた皇太子夫妻が水心園において地元の子供たちと共に記念食事を実施した。ありがとうございます。